障害のある人が道路や公共施設などの使いやすさを確認する取り組みが明石市で行われました。障害者も住みやすい街づくりを目指す明石市では、障害のある人たちの意見をバリアフリー化などに生かそうとモニター制度を取り入れています。今日はモニターを務める人や市の職員らが参加して街歩きを実施。参加者らは5つのグループに分かれて、JR 明石駅から明石公園などを経由して市役所までの街中を段差や点字ブロックなどを確認しながら歩きました。最近すごく整備いろんな意味で進んできているので、以前よりはすごく使いやすくなってきています。今まで整備されてきたところに加えて、この機会に皆さんと意見交換も含めてできればいいなと思います。実際に市の職員と当事者の方が回らせていただくことによって、もう生の声をその場で聞かせていただいて、早速改善につないでいけるというふうに考えています。すぐにでも改善できるものはそれぞれ担当の部署で取り組みますし、中長期的に取り組むべき内容については市の中で全体的に共有させていただいて、大きな施策として進めていく予定にしています。明石市は今日出た意見をまとめ、今後ホームページでも公表する予定です。